打ちとは、一般に麻雀、パチンコパチスロ等の賭博において、個人や組織の代理として賭博を行うもののこと。また、それが転じて、一般的な代理人全般を指す属称として、使われる場合もある。麻雀漫画では、ゼネコン同士の利権の調整や、裏社会の紛争解決手段や、経済活動として、麻雀による勝負が行われる。この時、組織に、 マージャンの腕を買われた者を大打ちとして出場させる。裏社会で行われるものは高額の金銭や、ある地域への進出や撤退などをかけた勝負が多い。ため、負けた場合は、組織にとって大きな金銭的損害を被ることや存続に関わる事態になることもある。大打ちは勝利した場合は高額の報酬が、 約束されるが、敗北した場合については様々であり、単に大打ちとして声がかからなくなるものから、負け分の負債を背負わされる、体の一部を欠損させられたり殺害されたり、するという精算なものまである。マージャン漫画、赤城闇に降り立った天才の作品内で登場する架空の職業、裏社会のマージャン勝負で代理として挑むジャン氏のことで、ある。 高額の金がかかった勝負であるため、大内はイカ様の技術や特殊な技能を有している。裏社会における高額の金をめぐる勝負であるため、下手をすれば勝負に挑む者自身が腕や指を切り落とす莫大な金を支払わなければならないなどという重大なリスクを背負うことになる。ここでは赤木闇に降り立った天才で登場した大内を紹介する。ありがとうございます。